にちは、オーピーハニーとシュラです。今日もウェイオブザハンターやっていきたいと思います。思います。ということで今日は、今日は笛で動物を呼び寄せたいと思います。思います。今日はね、笛でね、はい、鹿を呼んじゃおうと。そうです。でそうするとどれぐらい狩りが楽か、うん、もうまさにこのゲームは笛ゲーです。笛ゲーです。笛だけあれば銃はいらない。はい。もうニーブラですから。ニーブラですね。ダンソン、トゥーダヒーだから。もう、まあ見てだよ。とにかくこの鹿笛の能力というのも、ここにいるんだよね。はい、アダルトなメスが。とりあえず、このお姉さん呼んじゃうから。はい。まあ、笛なんだけど、レベルがあって、まあ、メス呼ぶやつとか、虚弱対して俺まだレベル2しか取ってないから、笛のパークを、うん、笛のパークっていうのがあって、これね、これの、これ、笛で呼び出した動物を10匹売却するってやつ、これを、まだ俺これ2の途中だから、はい、とりあえずあそこのアドルトなね、お姉さんをちょっと呼んじゃおうと思います。ニーブラできるぐらいまで来るよ、これ。ちょっと聞こえてないかな。アダルトだからね。ちょっと耳が。そうかもしれん。ちょっと耳が、お姉さん。こっち向いてるよ。お、気づいたんじゃない？耳ピクピクしてる？うん、ちょっとこっち向いてきてるよ。ほら来た。ほら来た。俺ちょっとここの段差まで行くわ。うん。ここもしゃがみでね、ハンターセンスは使わない。途中は使うよ、ちょっとは使うよ。で、この鹿のうなり声っていうところがこの白い線内に入ったら、まあそろそろ吹けるってことなんで、こういうことです。あ、見えたね。見てる見てる見てる。こうオスやね。メスいるよ、木の向こう。来てる？オスなんだ。ちょっとこの辺で泣きながら待とうか。そうだね。あ、でも反応してる。泣き返してるからこれ反応してるよね。うん。ニーブラできるぐらいまで来るか。この茂みまで行きたいな。ちょっとこっそり来るところ見たいけどね。なんかできれば木の影とかに隠れて吹くと見やすいのか。見やすいし、向こうも気づかずに来てくれるね。近づいてってる。ああ、来た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 、こいつね。こいつね、うん、こいつ。こいつも来た。うん、白の右からもメスが寄ってる。めっちゃ早足で降りてきた。え、なになにみたいな。そう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 。とりあえず俺は笛を吹き続ける。ほら、みんな来た。ほら、どうせ狩るならオスだよね。ほら来た。まずメスを呼んで、さらにオスも呼ぶ。この木の中にいよう。ほら、なんですか言うとる。これバレんの、やっぱりすげえ近く来たら。すごい近く来て目があったらバレる。お前俺、お前人間かいみたいな感じなんの。そう。足音聞こえるもん、この辺から。そうそう、足音でわかるよね。うん。こんにちは、いました。うわー、そろそろまずいぞ。これバレる？もうそろそろバレる。ほら、止まった。いやー、めっちゃいるよ。ギリだな、それ。ほら、すごくない？すごい。あ、右側サイド取られてますから気をつけてください。もう囲まれてますよ。私もこのメス狙おうかな。やばくないか、見て、ほら横から気づかれるよ。いや、もういいよ、これ気づかれても。ほら、ここにもいる、そこにもいる、そこにもいる。
めっちゃ囲まれとる。俺見てすごいね、囲まれとるやん。飛びました。うおー、ニーブラー、逃げてる逃げてる。いやいやいや、やらないけどね。いやもう撃とうと思えばいつでも撃てたよあれ。そうだね、もう本当にあんな近くかったらなんかスコープもいらんぐらい、うん、ドットサイトでいいわあれほら来た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 、オス来たよ。おこれは狩るよ俺ちょっと。こいつとメスがいるね、一匹ずつ。オスがちょっと左の方に抜けてきてるな。あれはメスか。オスが隠れてんな、ここに。メスだ。もうちょっと鳴いてこっち来させるか。バレちゃったかな。帰ってっちゃったよ、だって。ああ、ちょっと下いるね。メスが50メートルの位置にいるね。らしいね。いける、やっていい、やって。ちょっとメスだけど動画のためにお願いします。一発ね、追う必要ないでしょ。そうだね、そういうことでございます。はい、ということで来ましたよ。はい、一撃。ちょっとメスだったらね、ちょっともう動画だからもうちょっとやっちゃったけど、うん、本当だったらさっきのオスキーで隠れてなければね、うん、そのままいけたんですけど、はい、見事ハートブレイクショットということでね、こちら、はい、あの心臓に通しました。はい、はい、でもイベントっていうかね、あのミッションによっては、うん、心臓打っちゃいけないともあるから、お城坂の。そうだね、心臓を使った料理をするから心臓を打たないでっていう場合もあるから、うん、まあ、そういう時気をつけながらね、はい、ちょっとやるなあかんですけど、まあ、通常だったらここでしっかりねこうやって動物を見つけたら隠れて伏せて、はい、笛を吹いて呼んで、うん、でおまぬけさんにこっちを歩いてきたところを、はい、あなたのハートを狙い撃ち、ということで皆さん今回の動画いかがだったでしょうか。はい、そんなこと知ってるよっていうね話を知らない人向けに、配信させてもらっております。はい、もしね、白大きい犯人よりも下手くそなハンターいましたらぜひ仲良くしましょう。お願いします。そういうことでまた次回の動画でお会いしましょう。またね、またね、バイバイ。